いつ起こるかわからない災害、自然災害から命を守るためには防災マップを確認するなど日頃の備えが大切です。今週のいなチャンネルはご覧の内容でお送りします。さん何見てるの？血圧が少しね。少しねって高いの？いくつだったの？143/93だって。ちょっと高いんじゃない？そう？血圧なんて毎回違う値が出るし当てになんないわよ。血圧が高いと血管が痛むっていうじゃない。お医者さんに行った方がいいんじゃない？こんなに毎日元気なのにお医者さんに行くなんて意味わかんないわよ。いやいや、おじさんおばさんだって最近血圧の薬飲み始めたって言ってたじゃない。普通に元気でも血圧の薬って飲むんだよ。薬って何か副作用があるんじゃない？飲み始めたら一生だって言うし、やだな。本人が納得しないと受診は続かないし、どうしたらいいのかしら。誰か教えて。誰か私を呼びましたか？誰？通りすがりの保健師です。お気になさらず。ちょうど良いところに、母が血圧が高いのに受診しようとしないんです。どうしたら良いでしょう？お母さんは血圧が高めとか。これ見てください。高いですよね。今回はこの値ですけど、もっと低い時もあるんですよ。そんな時に薬飲んだら倒れちゃうんじゃないですか？血圧が高いのは心配だけど、治療となるとそれはそれで心配ということなんですね。ではそもそも血圧って何でしょう？心臓がギュッと収縮して心臓から血液が出た時に血管にかかる圧力が上の血圧。肺や全身の静脈から血液が入るために心臓が広がった時に血管にかかる圧力が下の血圧を表しています。へえ、健康情報番組で見たかも。圧イコール血液の流れる速さ、スピードだと考えてください。先ほど血圧が高めだと言っていましたが、全身で同じ速さだと思いますか？考えたこともない。想像つかないわ。どうなんでしょう？では血液はなんで全身に流れているんでしょうか？栄養を届ける。血液が全身をめぐって栄養や酸素を配っているんです。では隅々まで届ける血管の太さはどれぐらいでしょうか？そりゃ細くなきゃいけないんじゃない？毛細血管っていうくらいだし。毛細血管はものすごく細くて体全体に行き渡っているんですよ。全身に新鮮な血液を送る心臓から出てすぐの血管はどれぐらいの太さでしょう？心臓が握り拳次第だから親指くらい。直径 2.5センチ、500円玉ぐらいの大きさの太くて頑丈な血管なんです。そんなに太いの？はい、それが毛細血管では髪の毛ぐらい細くなるんです。そんな細い血管に速いスピードで血液が流れてきたらどうなるでしょう？そりゃ大変よ。破れるんじゃない？そうなんです。破れずに必要な酸素や栄養を受け渡せるように毛細血管では誰でも15という圧スピードに決まっているんです。毛細血管の圧が15なら測った血圧が高いということは何かいけないんでしょう？
実は毛細血管で15のスピードにするために、その前の細動脈というシャープペンの芯の細さの血管で血圧は35までブレーキをかけています。150から35にするのと100から35にするのではどちらが負担が大きいですかね。そりゃ150からの方が大変よ。太い動脈の血圧が高い状態が続くことで、このブレーキをかける細動脈が傷つくと言われています。細動脈は全身にあるんですが、特に脳、心臓、腎臓は構造上細動脈が傷つきやすいと言われています。ブレーキ役の負担を減らすには血圧を下げないといけないのね。そうですね。血管を傷つけず、脳や心臓、腎臓といった大事な臓器を守るための血圧の基準があるんです。お母さんの血圧はどこに当てはまりますか？この辺りかしら。一度高血圧って書いてあるわ。ちょっと高いだけだと思ってたけど高血圧なのね。ブレーキ役の血管が傷ついていくのかと思ったら、だんだん心配になってきちゃった。普段の血圧を測るのも大事なんじゃない？朝と夜、家庭血圧を測ったものを受診の時に持って行ってくださいね。薬を使ったり生活習慣を変えることで血圧がコントロールされれば、血管の細胞は常に入れ替わっているので血管を良くすることができるんですよ。傷ついてボロボロのままではないんですね。血圧を良好にコントロールするためには次のことを心がけましょう。1、減塩。薄味を心がけ、1日の食塩摂取量を 6g 以下にしましょう。2、減量。肥満気味の方は少しでも減量を心がけましょう。3、運動。ウォーキングなどの有酸素運動を毎日30分、または週180分以上行いましょう。4、摂取。飲酒習慣のある方は適量飲酒を心がけましょう。ビールだったら中瓶1本、日本酒なら1合ぐらいが目安です。5、禁煙。受動喫煙の防止も心がけましょう。血圧が高くなってきたら、早めに血圧をコントロールすることが大切です。高い状態がずっと続いていると、血管が硬くなってきてしまいます。血圧をいい値にすることが大事な臓器である脳、心臓、腎臓を守ることにつながります。皆さんの血圧はどうですか？気になる検診結果がありましたら保健師、栄養士までご相談ください。伊那市で子育て。伊那市では赤ちゃんが生まれたら保健師さんが訪問してくれると聞きましたが、どのようなタイミングで来てくれるんでしょうか？はい、出生届や出生連絡票が届いたりすることで、地区の担当保健師が出生を確認すると、まずお母さんに電話連絡をさせていただきます。その時点での育児が順調か、困っていることはないかなどお聞きし、赤ちゃん訪問の日程を決めます。不安なことや困りごとがあれば早い時期に訪問しますし、逆に育児経験もあり順調に経過している場合は1ヶ月検診も済んで落ち着いた頃に訪問する場合もあります。里帰りで伊那市にいない場合でも、希望があれば里帰り先の市町村に訪問の依頼をすることができます。長く里帰りする場合や育児に不安がある場合など遠慮なく申し出てください。訪問の時期はお母さんの希望に合わせてくれるんですね。はい、では実際に訪問の時はどのようなことをするんでしょうか？はい、
まずはお母さんの体調や育児は順調かなどをアンケートを書いてもらったり、赤ちゃんとの生活の様子を見せてもらったりして確認します。また、母子手帳を見せてもらいながら、妊娠中や出産後の赤ちゃんやお母さんの経過を確認します。赤ちゃんの体重の増え具合はどうか、実際に体重を測ります。母乳だとどのくらいの量が飲めているかわからなくて不安な場合は、1回の授乳で赤ちゃんがどのくらい母乳を飲めているかを計測することもできますよ。訪問の日程を決める際に申し出てください。赤ちゃんの体重の増加具合が確認できて嬉しいですね。順調に増えると安心しますよね。でも、もし増えが悪くても一緒に考えたりアドバイスさせていただきますのでご安心ください。また、お配りするこの育児のしおりに出生から3歳頃までの育児について一通り書いてありますので参考にしてください。ゆっくりしおりを読めるような余裕があればいいのですが、なかなか育児中は時間がないと思います。訪問の際には遠慮なくいろいろ聞いてくださいね。このカレンダーは今後のあの赤ちゃんの検診の予定が分かるものになっているんですね。はい、先の予定を立てるときにもとても役立ちそうですね。体調不良や都合での日程変更を希望する場合も参考にしてください。次回は3ヶ月、6ヶ月、10ヶ月頃が対象になる乳児検診についてお知らせします。ぜひご覧ください。続いてお知らせです。総務課から令和4年度採用の伊那市職員採用試験についてお知らせです。今回募集する職種は初級の一般事務で、平成12年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた方が対象です。第一次試験日は9月19日日曜日で、受付期間は8月2日から8月23日です。申し込み方法など詳しくは伊那市の公式ホームページをご覧いただくか、総務課職員係までお問い合わせください。なお、初級採用試験の実施に合わせ、市役所の仕事を知っていただくための職員採用ガイダンスを8月10日に開催します。こちらは7月31日までにお申し込みください。ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。多くの皆様のご応募をお待ちしております。税務課から今月の納税についてお知らせします。7月の納税は固定資産税第2期と国民健康保険税第2期で、納期限は8月2日月曜日までです。口座振替の登録をしていただくと、納期限に口座から引き落としがされます。納め忘れがなく、大変便利な口座振替をぜひご利用ください。期限までの納付にご協力をお願いします。ご不明な点は税務課までお問い合わせください。新型コロナウイルス感染症に関する最新情報をお伝えします。はじめに、新型コロナウイルスに関わる新たな支援制度についてお知らせします。1つ目は、伊那市に帰省する若者の感染症検査費用補助です。県外から帰省する学生などが、帰省前1週間以内に受験した PCR 検査などの費用を一部補助します。対象帰省期間は、7月1日から9月30日、補助上限額は PCR 検査は1万円、抗原定量検査は7500円です。申請期限は11月30日までです。ご不明な点は健康推進課予防係までお問い合わせください。2つ目は子育て世帯生活特別給付金です。18歳年度末までの子、もしくは20歳未満の障害児の扶養者で、新型コロナの影響を受けて家計が急変するなど、
収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている一人親家庭の方、もしくは対象児童を養育する父母で、令和3年度の住民税均等割が非課税の方、または令和3年1月1日以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響で急変し、住民税非課税相当の収入となった一人親世帯以外の世帯に給付金を支給します。申請不要の方には、7月12日に児童手当または特別児童扶養手当の受取口座へ振り込みます。それ以外の方については、申請をすれば対象になる場合があります。申請期限は令和4年2月28日までです。詳しくは、伊那市公式ホームページをご覧ください。ご不明な点は、子育て支援課・子育て支援係までお問い合わせください。続いて、今後の接種スケジュールについてお知らせします。ワクチン接種は、国が示す接種順位に基づき進めています。6月までに接種を終えている、もしくは接種予約を受け付けている方は、65歳以上の高齢者、基礎疾患を有する方、60歳から64歳の方、高齢者施設などの従事者の皆さんです。対象となる方には、クーポン券と通知を送付しています。接種を希望される方は予約をお願いします。なお、予約の際には、接種券番号と生年月日が必要となりますので、クーポン券をお手元にご用意ください。7月以降の接種についてお伝えします。7月以降は、まだ接種を受けていない12歳から59歳の方を対象に進めていきます。高校3年生など、今年度18歳になる方は、進学のための受験や就職活動などにより、県外等へ訪問する機会が増えることが予想されることから、7月14日正午から予約受付を開始します。予約方法は、コールセンターへの電話、インターネットまたは LINE にてお願いします。詳しくは、お送りした通知、もしくは伊那市公式ホームページをご覧ください。続いて、教職員などの早期接種対象職種の方については、7月9日にクーポン券を発送し、7月16日から予約受付を開始します。その他、16歳から59歳の方については、7月下旬にクーポン券の一斉配送を予定しています。予約受付は5歳から10歳区切りで段階的に行っていく予定です。12歳から15歳の児童・生徒については、基礎疾患を有する方は申請によりクーポン券を早期発送していますので、かかりつけの医師の判断により接種を受けていただきます。基礎疾患を有しない児童・生徒については、日本小児科学会の見解、文部科学省の方針などを参考にしながら慎重に判断してまいります。職域接種などでの接種のため接種券が必要な方は、伊那市ワクチンコールセンター0570-026-5802にご連絡いただくか、伊那市役所健康推進課予防係にクーポン券優先発送に関する申請書をご提出ください。申請書は伊那市公式ホームページに掲載しております。伊那市では国、県、医師会などと連携し、市民の皆様のワクチン接種が円滑に進むよう調整を行っています。最新の情報につきましては随時伊那市公式ホームページなどでご案内していきますので、そちらをご確認ください。災害から命を守るためには、自分の命は自分で守る行動が大切です。しかし一人の力では限界があるため、地域や家族の力が心強い味方となります。来週は地域防災力を高めるためになどについてお伝えします。それではまた来週。